ラジカと周辺地域の地図500年の時点における地中海周辺地域の地図イベリア戦争は現在のジョージア東部に位置していたイベリア王国をめぐり東ローマ帝国とサーサーアン朝の間で526年から532年にかけて行われた戦争である。戦争は当初サーサーアン朝の優勢のうちに進んでいたものの東ローマ帝国は ダラとサタラにおける戦いで戦況を挽回した。サーサーアン・アのノ・カワード一世の没後、双方の帝国は平和条約を締結した。イベリア戦争の前に、東ローマ帝国とサーサーアン・朝の間で争われたアナスタシア戦争の後に7年間の休戦協定が結ばれ、休戦状態はほぼ20年間にわたって続いた。すでに、 アナスタシア戦争中の505年の時点において、東ローマ皇帝アナスタシュース一世が将来の紛争に備えてペルシアの要塞都市西ビスへ対抗するために、ダラの要塞化を始めていた。その後、サーサーアン・アサの総主権下にあったイベリア王国の王、グルゲネスが、東ローマ帝国へ亡命し、521年か522年に、 ラジカオーツス一世もサーサーアンアサの総主権を拒否して東ローマ帝国へ寝返ったことにより両国間の緊張が高まった。東ローマ帝国の歴史家のプロコピオスによればサーサーアンアサのオーカワード一世はキリスト教徒のイベリア人をゾロアスター教徒へ強制的に回収させようとしていた。グルゲネスは東ローマ皇帝ユスティヌス一世からイベリアを 防衛するとの制約を得、東ローマ帝国は、実際に、コーカサス北部から粉俗の兵士を採用し、イベリア人を支援した。524年か525年に、カワード一世は、東ローマ帝国に対し、息子のホスローをユスティヌス一世の養子にすることを提案した。カワード一世の優先事項は、競争相手の兄弟とマズダク教徒の派閥によって、 立場を脅かされていた後継者のホスローの安全を確保することにあった。この提案は当初ユスティヌス一世と彼の老いであるユスティニアヌスから非常に強い興味と歓迎を受けたものの皇帝の法務長官プロクルスはホスローが東ローマの定位を奪う可能性を懸念したために反対した。最終的に交渉が決裂したにもかかわらず530年まで 両国の主要な国境地帯における本格的な武力衝突は発生しなかった。その間、両国は南のアラブの同盟国と北の分属を介した代理戦争を推し進めた。二つの帝国の力が衝突した様々な場所で戦争行為は拡大していった。525年に東ローマ艦隊がイエメンのヒムヤる王国を征服するために、 アクスム王国の軍隊を移送させ、525年から526年にかけてサーサーンアサのアラブ人の同盟国であるラフ、無長が砂漠の端の東ローマ帝国の領土を襲撃した。ローマ人はイエメンを影響下に置いてその地のキリスト教徒の利益を保護し、さらにペルシアの支配下にあったインドへの行進料とキノの交易ルートにおいて優位に立つことに関心を寄せていた。 526年か527年までに双方の帝国間における表だった戦闘が南コーカサスとメソポタミア北部で発生した。サーサーアンアサは東ローマ帝国に紛属の侵入の防御に必要な資金を支払わせるために構成をかけ続けた。東ローマ帝国は以前よりコーカサスの防御のための補助金をサーサーアンアサに対し支払っていたものの 東方のいくつかの都市の修復に資金を必要としたことから深刻な資金不足に見舞われており、528年と529年に同じ地域を襲った一連の地震が状況をさらに悪化させた。527年に東ローマ皇帝ユスティヌス一世が死去し、新たな皇帝としてユスティニアヌス一世が即位した。戦争の初期の数年間は、 サーサーアン朝に優位な状況で戦況が推移した。527年までにイベリアの反乱は地圧され、同じ年の東ローマ帝国による西ビストテベサに対する攻撃は失敗し、タンヌリスト、メラバサを要塞化する試みは、ペルシア軍の攻撃によって阻止された。528年、ペルシア軍はイベリアからラジカ東部の要塞の占領を目指して攻勢をかけた。 東ローマ軍はこれらのペルシア軍の成功によって明らかとなった自軍の欠陥の改善を試み、ユスティニアヌス一世は東方方面の軍司令官の指揮系統を二つに分け、北方方面に別のアルメニアの軍司令官を任命することによって東方軍を再編成した。528年の南方戦線における最もとも、 重要な東ローマ軍の戦略は、ベリサリウスのタンヌリスへの遠征であり、そこで、ベリサリウスは、ローマ人の労働者を保護しつつ国境に面した砦を建設しようと試みた。しかし、ベリサリウスの部隊は、タンヌリスの戦いで、カワード一世の巫女であるクセルクセスが率いる、ペルシア軍に敗れ、ダラへの退却を余儀なくされた。529年のラフムアサによるシリアへの襲撃も、 ユスティニアヌス一世をアラブの同盟国を強化させる方向へと向かわせた。ユスティニアヌス一世はガッサーン・朝サの王であるアルハーリスイブン・ジャバラーの下で緩やかな連合体から強固な王国へと発展するための支援を行い、その後数十年にわたってガッサーン・朝サがラフム・アサに対し優位に立つことを可能とした。百三十年、ベリサリウスはダラの戦いでジグニよりも はるかに大軍であったペルシア軍を相手に勝利に導き、シッタスとドロテウスは、サタラの戦いで、ミフル・ミフローエンが率いるペルシア軍を破った。531年に、ベリサリウスは、仮にクムの戦いでサーサーアン・アサ・トラフ・ムチの連合軍に敗北したものの、夏の間に、東ローマ軍はアルメニアにおいていくつかの砦を占領し、ペルシア軍の攻撃を撃退した。 しかしカリニクムにおける東ローマ軍の失敗は調査団による追求を受け、その結果ベリザリウスは解任された。一方のペルシア軍の指揮官であったアザレテスも重要な要塞を占領できなかったためにカワード一世の不況を解放哲された。531年のカリニクムの戦いの直後に、ユスティニアヌス一世の特使であるヘルモゲネスがカワード一世の下を訪れ、 停戦の交渉を開始したものの合意は得られなかった。ユスティニアヌス一世は、自国の立場を強化するための措置を講じ、同時にカワード一世に対して外交戦を展開した。ユスティニアヌス一世は、サーサーアン・朝に対抗して、エチオピアのアクスム王国とイエメンのヒムヤル王国との同盟関係の構築を試みたものの、同盟の提案は失敗に終わった。同年、 ペルシア軍はマルティロポリスを包囲した。しかし包囲駒もなくカワード一世が死去したために包囲を断念し、532年の春に東ローマ帝国の施設と新しいサーサーアーサの王であるホスロー一世との間で新たな交渉を開始した。ユスティニアヌス一世はペルシアとの戦争を追求するよりもおそらくすでにローマ帝国の失われた西半分を領土を 回復することにより、焦点を当てていた。一方、即位ごまもないホスロー一世にとっては、戦争を継続するよりも自らの地位を固めることに、専念する必要があった。最終的に双方は、合意に達し、永久平和条約が532年9月に、締結された。両国は、すべての占領地を返還し、東ローマ帝国がサーサーアン朝に対し センテナリアの金を一括払いすることで合意した。東ローマ帝国はラジカの要塞を取り戻し、イベリアはサーサーアンアサの支配下に止まったものの国を離れていた。イベリア人は東ローマ帝国の領土に止まるか、イベリアへ戻ることを認められた。ありがとうございます。